はい、今日は松本市大手にあります中国料理古州軒に来ております。どうですか、このお店の感じ。昔ながらの中華料理屋さんという感じでね。カウンターしかないこじんまりしたお店です。ここの大将がね、またとっても優しくてすんごくいい人なんですよ。はい、今日はこうやってね、サラダとデザートつけて、はい、今日はもやしラーメン。寒い時ってこういうとろみがかったスープのラーメン食べたくなっちゃうんだよ。とろーっとしててね。はい、スープ。おお、あちちあ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